伝統的工芸品熊野筆、書道筆や化粧筆を作っております小湯堂です。熊野町では日本の筆の生産量の約8割を行っていると言われています。日本で独自に進化したひらがな、かなみたいなこの滑らかな線を表現するためには毛先が良くないと表現できないわけですね。それを化粧筆に応用するとどうなるかというと、すごく肌当たりのいい柔らかい筆ができる。小湯堂の化粧筆のこだわりは肌に使うものなので空気に触れているようなイメージなんですけども、とにかく柔らかさ、最近でいうとヨーロッパであったりとか大手化粧品メーカーさんの OEM 年々増えていますね。化粧筆の一番大事な部分である穂先を全てチェックしていく。形が小さかったりとかへこんでたりとか飛び出てたりとか、やはりその判別が難しいですね。そこの判断っていうのは人間の目で行ってるんで、人によって判断が分かれる場合があると。AI 自体はですね、その画像認識っていう言葉がすごくメディアに出てたので、それで興味持ったんですよね。今まで目で行っているものを Google AI を使うことによってすごく正確にできるんじゃないかと思ったんですね。でエンジニアさんに相談したっていうのが最初のきっかけですね。そのまず学習させるためのサンプル数100本の良品を用意しまして、3000枚写真を撮って学習させる。で検品の時にはその穂先を置いてカメラがあってですね、20枚の写真を撮ってですね、もともと撮っていた画像と照合してですね、形が合ってるかどうかを判別する。人間の目っていうのは3次元で見れると思うんですけども、写真で見ると2次元でしか見れないわけですね。それをどうやってやるかと、回転台を作ってぐるっと一周させることでカメラに認識させると。スーパーブランドになればなるほど OEM の場合は求められる要求っていうのが高くなっていきますよね。画像認識の機械を通すことによって、これは OK、 これは NG っていう判定が確実にできるんであれば、お客さんに対してはすごく安心感を与えることができるかなと。まさか伝統的工芸品と Google さんが組むっていうのは考えられないところでしたね。世界の人たちに僕たちの筆を触ってもらって使ってもらって笑顔が生まれればすごく嬉しいことだと思ってますね。熊野筆というものを世界の人に知ってもらうように頑張りたいと思いますね。